狙い通りも。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。おぼけキノコの後釜を狙うさやです。お化けキノコのポジションをずっと狙ってんだ、うん、ドラクエ世界に入りたかった。そうそう、あのドクタコえてるんでしょ。なんすかこれ、そんで魔法だよ。完全に人間の文明使ってるじゃないですか。ということで今回やっていく企画はこちら、ゼルビ黒の石が本気の炙り出しお絵かき対決。メラミちっちゃ。ということで、さっきさやさん挨拶で何て言いました？ドラキーって言いました。言ってないだろ一言も。お化けキノコの座を狙ってるって言ったじゃないですか。あ、違うかった。しかも最初メラゾーマ打って今メラミ打ったんですけども、今回ですよ、なんと案件でございます。ありがとうございます。これだけ聞いたら何の案件かもすぐ分かると思うんですけど、これですよ、これ。これじゃないですよ、なんでこれ、どれの案件なの？あ、ちなみに全部あの編集の力で火が出てる。今出てないですからね、こんな。ただの今おもちゃですからね、はい、今回はですね、ドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆の案件でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大の大冒険っていうのはね、国民的人気 RPG のドラクエ、はい、ドラゴンクエストシリーズの世界観をもとに描かれた週刊少年ジャンプでね、連載されてた大ヒット漫画で、それがですね、もう見てる方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、ね、2020年の、まあ、10月から完全新作のアニメがやってるんですよ。やっぱ戦闘シーンめちゃめちゃかっこいいね今ね、うん、でしかもですね、あのアニメの方の公式ホームページで5分でわかる大の大冒険というものがね公開されてるので、 そちら見ていただくと今の話に追いつけるかなと思うんですが、こちらのですね、大の大冒険を気になるんだけど、その火炎放射器でなんかオールこいでるんですか。何してるんですかそれ。重いから置いてくるわ。あ、そうなんです、置いてきちゃうんですね、これ。あ、使わないですかそれ。はい、ということで置いてきましたけど最初。そして大の大冒険初のね、はい、スマホゲームということで、大の大冒険魂の絆、本日よりリリース開始しました。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで今回ですね、夏目さんちご紹介させていただければと思うんですが、今ちょうどですよ、皆さん今からダウンロードしていただくと、キャラクター強化に必要な装備ガチャ、そちら10連分のジェム3000個プレゼントというわけでスタートダッシュができるわけですよ。もうみんな大好きです、はい、だから皆さんね、今ねぜひこの機会にダウンロードしていただければと思うんですが、さっきタイトルコールでも言った炙り出し、お正月とかによくやると思うんだけど、レモンで書いて火で炙ったりすると、そうすると絵が出てくるっていうのができるんだけど、それをね今回なんて呼ばせていただくかというと、メラゾーンお絵かき対決やっていきたいと思います。メラゾーマ出てるんだ。それでですよ、メラゾーマお絵かき対決ということでやるんだけど、さやさんなんかそんなすごい身軽になってるじゃないですか。ちょっとメラミちゃん重くて、メラミちゃん重くてじゃなくてね、実はね、うん、本当にあれ使う予定だったんですよ。本当はやりたかった。本当にもう専門家監修のもとあれを使って、さやんちのおばあちゃんちでね、いやそうだね、やろうっていう話を、ちょっと広い畑があるんで、そうあるから、そこでメラゾーマってやろうと思ってたんだけど、ちょっと収穫が終わってなくて。今回ですね、こちら使っていこうと思います。こちらです。こちらを今回使ってやっていくんだけど、ちょっと見てくださいよ。いや、これ超怖い、これ。いきますよ。はい。これですよ、皆さん。しかも我々、全然カメラに映ってないじゃないですか、先生。ビビりすぎでしょ。怖い。これでも一応家庭用。そう、家庭用のガスバーナーなので、ちゃんと取り扱い間違わなければ危険はないんですけども、皆さんこちらは絶対に真似しないようにしていただきたいんですが、今回は特別にね、許可をいただいて、夏目さんち、はい、こちらを使って、巨大な炙り出しイラストやらせていただきたいと思います。なんだけどさ、実は僕ね、炙り出しイラストもやったことないんだよね。あ、炙り出し1年生ないね。あー、そういうね、いいよいいよ、教えてあげる。何ですか、教えてくれるんですか。あ、こっちで。あ、やるんだ。さあ、ということでこちらですね、なんかすごいスタジオ広いのに手元が映っちゃって、なんかいつものお絵かき動画みたいな感じになってるんですけど、さっきなんかすごい達人面してたんだけどさ、どうなん、うん、やったことあるの。あ、あるよ。全然ないやつじゃん。大丈夫、誰もが最初は1レベルからだよ。いいんだよ、ドラクエになぞれてうまいこと言おうとしなくても別に。はい、で今回こちらですよ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、レモン汁。はい、どういう現象なのか僕たちもあんま知らないんだけど、こちらが紙についたところが先に火をつけた時に焦げ目がつく、それを表現に使うのが炙り出しお絵かきっていうことらしいんですけど、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあちょっとちょぽちょぽ入れて、ちょぽちょぽ入れますかここに、うん、あーすっげー
すごい酸っぱい匂いする。うわ、ビタミン C やばい。唐揚げ食べたくなってきた。なんかやばかった。第1話もね、あの船の上の戦闘シーンめっちゃかっこいいのよ。いや、かっこよかったね。あれはね、めっちゃかっこいいのよ。ザ少年漫画の熱いシーンがね、いやそうね、満載なんですよ。修行を経てね、はい、少年が強くなっていく様ですよ。少年が。さあ行きましょう。別にタイはございません。タイしかねえだろ。じゃあ書いていきましょう。さあ早速どうなるかがさっぱりわからん。え、待って待って、わからんわからんわからん。わからんわからんわからん。これやばいかもやばいかも、マジで。あ、グエさん違う、これは光の力を使って絵を見るんだ。斜めね、斜めね、斜めだ。こう首をこう、ね、うまいことこう引っ込めて、すごい不自然なね、人たちが映ってる。俺はカタツムリ。何を言い聞かせてる。ちょっと待って、これさ、ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。見えねえの。じゃあ、あとさ、気づいちゃったんだけどさ、手元映す意味あるこれ。え、なんか映ってる？大丈夫？大丈夫、何も映ってなすぎて、ぼやぼやしてるけど。どう見る？と言いつつ、僕はちょっと今お試しなので、いつも自分が描いてるような、自分の手癖で描いてますね。え、世相も世相も。世相もなんですか、うん、でも、見えないから一体自分は何を描いてるのかさっぱりわかんない、これ。え、これで人様のキャラ描いていいの？大丈夫？すてきえさん邪魔。邪魔。見え。すてきえさん邪魔。お前が邪魔。ちょっと。不安だ。見えねえ。みんな不安。うん、俺たちって何を見せるのか。かつてないな。かつてないよ。かつてない。あの、今までいろんなアートチャレンジやってるけど、うん、物が映ってないの初めて。みんなインビジブルイラスト見てるもんね。いや、そう、うん。インビジブルーマ描いてくださいよ。あ、確かに。インビジブルーマ描けばよかった。今からインビジブルーマ描くらしいので、ちょっとどうぞ、うん。私に対してインビジブルしたってね、何のドラクエさんとのコラボなんで、あのスライムちゃんでも描いてあげたりじゃん。あ、確かにいい感じ、ね、それ大の相棒のポメちゃんっていうね、すごい可愛いゴールデンスライムがいるんですよ。そう、ゴールデンメタルスライムね。じゃじゃーん。お、できました、まあ、できましたって言われた。できましたけど。できましたって言われた。できましたけど。よしよし、炙り出していきましょう、はい。ということでよ、はい、ということでよ、こちらでございます。ね、さっきのメラミちゃんじゃなくて、はい、これ何ちゃんですか？ギラちゃん。ギラちゃんなんだ。じゃあこのギラちゃん使ってやっていきたいと思います。これ一応ね、あの燃えないシート、万が一紙が燃えてもこれでくるんだら大丈夫、はい、ということなんで。そういうなんか凄まじいドラクエのアイテムみたいなやつがあるんですけど、はい、できますよ。ちゃんと準備してやってます、はい。じゃあつけます。わーい。よし、行きましょう。これオッケー？あ。あ、待って、出てきた。あー、すごい。待って、なんか出てきた。出てきた。マジでこんななるんだ、炙り出しって、ね、なんで他の。お、すごい、すごい。え、面白い。炙り出しというか、炙り焼いてますけどね、完全に焼いてますね、これは。これはギラちゃんですよ。おお。あ、すごい、今ファーって出てきた。すげえ、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 すげえ。おばあちゃん家のさ、ヒーターの匂いする。確かに。あ、え、待って、目出てきた、出てきた。あ、あ、あ、なんか火がついた。焼けた、焼けた、焼けた。燃えた。え、すごい。待って待って待って、もう一回だけ、もう一回、最後、頭も、うん、おお。おお、ファーって出てくる。もう面白い、出てき方がすごいね。面白い。こんなもんかな。うん、おお、見て、すごい、できてる。ちょっとこれ燃えちゃったけど。面白い。思ったよりいってる。まあ、デッサン崩れるけどね。え、でも幻想的だね、すごい。ね、すごい。じゃあちょっと次、さやさん行きましょうか。うん、お、行きます。はい、出るか。お、待って待って待って、出る出る出る。え、すごいすごいすごい。すごい、出てきた。え、すごいすごいすごい。あ、待って、さやさん、あ、さやさん、さやさん、ちょっと難しいな、加減が、ね、加減がむずい。もっといい方法があるんだろうな、きっとね。あ、いいね、いいね、いいね。なんか文字出てません？あ、すごいすごいすごい、サヤが、サヤが出てくる。サヤが出てくる、出てくる。そこはインビジブルーマの所在地多分ね。あ、出てきた。お、すごいすごいすごい。お、お、お、あ、出出た。あ、待って、燃える燃える燃える。それだから宝の地図みたいな。ちょっとこれはね、ちょっと加減がむずいね、はい、ちゃんと書いてたよ、さやさんは。さやさんは出てきたね、ちゃんと。あとインビジブルーマも出てきた。はい、出てきて、ちょっと上にあのゴメちゃんが、はい、ゴメちゃんもいます。焦げちゃって、焦げちゃんになった。焦げちゃんになる。はい、ということで、だいたい加減も分かったので、この後もっと大きな紙に、いや、もう本気なの、はい、もう本気の、もう大の大冒険のイラストを書いていきたいと思います。せーの、
いてなんだよこの時間。はい、ということでこちらに準備できました。じゃんじゃじゃんと。でね、ちょっと当たりも撮ってるんだけど、撮ったところで、まあ、見えませんからね。どうせ見えませんから、もうとにかく楽しく今からビタミン C 広げていきたいと思います。よし、始めるよ。じゃあ行きましょう。いやむずいが、むずいよ。え、これかけてる？わかんない。返事して。もうわかんない。返事して。もうこれ虚無ガキなんだけど。え、虚無ガキにもほどないこれ。で、当たり取っといてまだ良かったねって感じだけどさ、最初当たりなしでやろうとしたんだけどさ、うん、それは冒険が過ぎるだろうっていう。え、そうそう。そんな中、果敢にも影をつけている。え、果敢？え、何これ？待って、今これ耳描いてるの。見て。もう怪しい女だよ、ただの。都市伝説の類だよ、なんか。はい、決まって絵を描いてる。あ、待って、そこ大丈夫？吸っちゃって大丈夫。なんかできることならさ、髪の毛登りつぶしたいなっていう夢があったんだけど。それ夢だね。私にもその夢はあるよ、一応。やっぱベタといえばゲンさんじゃないですか。黒くベタいっぱい入れたい人じゃん、うん、入れていいんだよ今回も。その気持ちはあるよ。どこがベタなのかは定かではない。定かではなさすぎるんで。いや冒険だよこれ。もう大冒険すぎるよこれ。絵師の大冒険だよ本当。もう大と違って仲間がいない。やめろ。この動画だってさ、ひたすらに何も映ってないんだよこれ。大丈夫？だからゲンさん、これトーク力が試される。トーク力が。もうしかもなんか満身創痍で割とトークがさ、じわじわしてきてるよね。トークがじわじわしてきてる。それは一体どういうことだい。やめて突っ込まないで、今トーク力ないんだから。え、これ過去一むずくない？いつも言ってるけど。あ、待って、今違うとこ書いたんじゃない？大丈夫、これアバンストラッシュの雷になったね。そう、ダイのね、一番かっこいい技がね、やっぱダイといえばアバンストラッシュなわけなんですけど。いや、そうですよ、決め技ですよ。バチバチエフェクトで我々を助けてほしい。あ、万が一やっちゃってもアバンストラッシュはやっぱりあの正義の技だからね。そうそうそう。だってアンリ・ルソーも言ってたし、かけなかったら隠せばいいのよって。え、アンリ・ルソーさんがそんなこと言ってたんですか？アンリ・ルソーさんは足がかけなかったから全員草むらの中に突っ込んだらしいよ。好きだな。やっぱそんなね、後世に名を残すね、画家でさえやってるということだから、だから我々もアバンストラッシュで勝つ。大丈夫。やめて、スパッタリングやんの。どうにかしようとしないで。奇跡に頼ろうとしている。終わり。不思議な踊り。やります。よし、行くよ。レッツアルブリダス。出てきた？ちょっと出てきた気がする。え？お前のメラゾマってやつを見せてやってくれよ。待って、これ一生かかんない？これ5年後はい、ということで終わりました。終わったー。何ですか、どういう感じなんですか。ちょっとみんなにはまだ見せられない。ゴーレムみたいな形になってるよ、後ろ姿。ちょっと見せられない、まだ。見えてる、見えてる。じゃあいきます、こちらです。はい、せーの、でらーん。でかっ。でかっ、こんなでかかったの。いや、でかかったね。てかこれちょっとね、やっぱり火力が難しい。いや、ちょっとね、あの、うん、炙りサーモンから焼けジャケになっちゃったところ。急に焼けジャケになるところがいっぱいあるから、あの、視点がそっちの焦げてる方に向かっちゃうのがちょっと残念でしたね。そうね、はい、でもあの結構ね、実物はね結構いい感じに。そうなんだよ、ちょっと寄りで見るとちゃんと描けてるとこは描けてるんだけど、ちょっと水彩っぽいね、このそうなんですよね、虹というかこうね、いい感じよ。いやでも思ったより描けた。そしてこれもう回やりたいぐらい。やりたい。すごい楽しかったですよ、ね、めちゃめちゃ腰痛くなったけど、うんうん、バーベキューしたいもん。それ違う欲望芽生えてるじゃないじゃあまずこれね、これですね、ハドラー様ですね。次のハドラーです、ね、でこちらが大の仲間のポップ。かっけんだこいつが、弱いのに。で、お友達のね、もう可愛いゴメちゃんです、はい、ゴメちゃん、ゴールデンメタルスライムのゴメちゃん、はい、で、ダイですね、ダイですね、はい、というわけでダイの大冒険、変えちゃったよ。変えちゃったね。焼き焼きになったよ。まあ、ということでこちらですね、バッチリダイの大冒険のイラストを巨大なものを描かせていただいたので、この後、実際ダイの大冒険ゲーム遊んでいきたいと思います。どこ行っちゃうの？どこ行っちゃうの？イエーイ！何？やめて、終わった後の収録回。ねえ、ちょっと落ち着いて。もうすぐ30でしょ？やめてよさあ、ということで、大の大冒険、魂の絆、やっていきたいと思います。来ましたよ。はい、来ましたよ。まあ、そしてですね、こちらメインコンテンツとして、まずね、うん、原作のストーリーを追体験できる、竜の奇跡。はい。一番上のやつです。うん。そして真ん中。絆の旅路、こちらがですね、なんと、うん、大の大冒険原作者の三条陸先生監修の完全オリジナルストーリーが登場。それは贅沢ね、はい、
でですね、これバトルとかも今からお見せするんだけど、うん、まあ、誰でも簡単に爽快にできるということで、はい、はい、まあ皆さんに早速見ていただきたいと思います。思います。じゃあまずはですね、もう本当に分かりやすくこの子ですよ。うわ、出たよ、キングスライム。はい、いやもうこれキングスライムよ。絶対1回はだってみんな見たことある。1回はね、見たことあります、ね、アニメの第1話にも登場して、2、3日に1回はすれ違うしね。違いませんよ。はぐれすぎだろ。なんだそのはぐれキングスライム。冒険にはこちらのパーティーの4キャラ連れていくことができるんだけども、はい、お、大の大冒険、はい、おなじみのメンバーと、メンバーですね、うん、大とポップとマーム、アームちゃん、そして今回のオリジナル ね、うん、自分のキャラクターです。バトルには3キャラが挑んでサブで控えてるキャラとチェンジしていけるということでね、まあ皆さんこれ見ないと残っちゃうと思いますんで、早速やっていきたいと思います。見てやんよ、俺たちの戦い。負けそうだな。はい、つないでいきますよ。闇夜に舞い降りし4人の戦士ってことね。何それ中二病にしちゃった急に。ここにいるやつをオートで攻撃してくれます。ゲンさんが今操作してる真ん中の、真ん中の子、今こうやってクリックしてこうやって避けられると、ほんとだ、反復よく飛びさせられてる。そういうことです。操作が簡単なのに、なんかこう攻撃のエフェクトかっこいいね、めちゃくちゃ。はい、後ろに避ける。はい、後ろに避ける。避ける。はい、当たる。ちゃんと当たっちゃった。台に変わった。はい、そして今台に変わりました。じゃあ台の特技次使ってきました。使っていきましょう。来ました、キングスライム。え、かわいい。ぽよんぽよんだよ。ほら、第一弾。これアバンストラッシュ決めたいね。決めたいね。そして右にある奥義です。仲間の奥義を発動できる。かっこいい。来ましたよ、メラゾーマン。ボー、強いわ。強。そして次マーム行きましょう。マムちゃんも行こう。マムちゃん行こう、頼む。大の見せ場残しといて。あ、よしよしよし、削っといて、削っといて、いいぞ、削っといて、いい感じに削っといて、そうそう、ここ危ないとこ避けましょう。やばい、ホットカーペット、あ、やばい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 、さあ、避けて、バイン、さあ、避けて、特技決めて、アバンストラッシュ行きましょう。よし、アバンストラッシュ。これがかっこいい。決まった。いいね、かっこいい、アバンストラッシュで見事決めましたよ。決めましたよ。さあ、こんな感じで誰でも簡単操作で、ね、大の大冒険をスタイリッシュに爽快に楽しめると、うん、これね、アニメ見てると嬉しいよ ね、いや嬉しい。アニメ操作してる感じがあるもん、うん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 。もう一個くらい行きましょう。え、やばいじゃんこいつ。え、やばいじゃん。クロコダインパイセン行きましょうよ。え、パイセン。じゃあサヤさんやってみますか。やってみますか。今ちょっと僕がやってたんで。オッケーオッケー。初見のサヤさんがちゃんとできるか、生まれて初めて。あ、やばっちー。特技どんどん使って、下のやつが使えていけるので。そうだそうだ、私サミダレ好きしたい。練習してきたの、サミダレ好きの。やってやって、ほらほら、見た、ね、見た見た、サミダレついたでしょ。ほら、いっぱい来てる。え、やばい、モモンジャがめちゃめちゃいっぱい来てる。くらえ。もういっぱい突っ込んだ。気持ちいい、これめちゃくちゃ。敵の数多いといいね。ね、え、この雷光をやりたい。来ますよ。お、来た、クロコダイ。じゃあ何、サヤさん、あれですか、ダイではなく、やだ、この子でいきます。うん、あ、ダイでいきます。ダイで行くに決まってるじゃない。クロコダイよ。くらえくらえ、やめて、痛い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 。どんどん使ってって、奥義使えるよ。それ、あ、奥義行く。右の奥義、アバンストラッシュ。そう、ボス戦相手だと、うんうん、チャンスマークがボスに出てるときは、うんうん、特技を使うと相手を吹っ飛ばすことができる。おお、あ、ちょっと薬草みたいなのをする。あ、やべ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 、なんかやべやべやべ、危ねえ。下がりすぎだろ、これ以上下がれないよって言われちゃう。あ、やべやべやべ、チャンスチャンス、いけ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 、特技、チャンスチャンスチャンス。あ、ちょっと遅れちゃったね、今。うざ、チャンスに間に合わなかった。じゃあ主人公で行く。お、行くよ。かっこいい。決めちゃった、決めちゃった。お、あとちょっとだよ。そして台に変わる。あ、うまいとこだけ、うまいとこだけ。あ、おいしいとこだけ。おいしいとこだけ台に行くな。台に持ってかれた、かわいそう。やったー。この真ん中一番前で、一番前、一番前で活躍した感じになってる。え、そう。超簡単。どうでした、サヤさん、今回、今初プレイだったけど。え、超簡単だし。言っても初プレイでいきなりボス戦に放り込まれてるからね。シュラ、シュラだった、お前の心、シュラ、うん。さあ、ということで、ドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆、自分で操作して、うんうん、敵をボコってる感じが程よくあって、いや、あるある、片手でね、フリックタップだけで簡単にできるんで、うん、めちゃくちゃおすすめです。今ね、アニメ絶賛放送中で見てハマってるよって方、はい、そして昔大大を愛した方、うん、ぜひやってほしいです。僕たちもどっちかというと、もう一回大の大冒険に触れてる世代なんで。いや、そうね、そうだから今の世代も、うん、ね、昔の世代の方も同じ話題でね、親子とかでやったらいいんじゃないでしょうか。
今ならログインするだけでキャラクター強化に必要な装備ガチャ宝探し10連分のジェム3000個をプレゼントしてますので、この機会にぜひプレイしてみてください、うん、ください。概要欄からですね、あのダウンロードリンクとか詳細が書いてありますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。このオリジナルストーリーのこのさ、この子のさ、左もみあげめちゃめちゃ好きなんだけどさ、左もみあげよく見せてくれるから、ちょっと左のもみあげ可愛い。早くダウンロードしてくださいよ自分で。